掛けは十分そろそろ回収する 抽象的だっただろう。探求する勇気。優しさに満ちた。慈愛主語の執念謡を掲げる。旋風、うん。何か心当たりはあるか？うわ余計抽象的になったぞ。人生ってえつまり。 モンドにあるる組織と関係してるってっか言われてみればそうかもしれないけど材料とか具体的な誰かじゃなくて漠然としした概念を指してるのかそういえばちょうどどれもュサ祭の主催側だなあいやいくら何でも偶然すぎないかあの火曜まさか銀融野郎がアドリブで作ったものじゃないよなじゃあ 最後の歌いを掲げる旋風は這い上げの儀を暗示してるのかもなだんだん見えてきたぞこのまま銀融野郎の作戦に乗ってやろうぜレザーと合流したらそれらの場所に行って知り合いに話を聞いて英雄騎士のお兄ちゃんにパイモンちゃんごめん遅くなった気にすんなオイラたちも話してたところだから こいつの知恵のおかげで材料のことはもう見当がついたぜああ来る途中でクレイに会ったもうすぐブリュー祭だからクレイお出かけの許可をもらえたんだアルベドお兄ちゃんはティマエオお兄ちゃんの特製酔いざましポーションのレシピ調整を手伝ってるからクレイと遊ぶ暇がなくってだから 一人でで遊んでたの町に出るとモンド城の大人たちはみんなお祭りを祝っててにぎやかで楽しそうだったよだからクレイもいろいろ準備したんだ自分の得意な方法でお祝いのお手伝いをしようと思って得意な方法ってやばいぞ嫌な予感がするそしたらね レザーとあったないつもと違ってレザーが考えごとしてたから何があったのって聞いてみたらねそしたらそしたらレザーはママを探してるんだってそうじゃない大丈夫ママは大切な人だもん探すのはとっても大事なことだよクレイも手伝うからああ レーザーレーザー、はあ、やっと見つけたベネット <laughs> みんなもここにいたんだなほら、これやるよこれって、イグサだよなああ、その通り今朝これに足を取られて転んじまってな 顔を地べたにぶつけて泥まで食べる羽目になったんだがこいつは無傷ねえきっとこれがお前の必要としてる醸造材料だと思ったんだベネットお兄ちゃんどうやったらいぐさで転ぶのそうだぞいぐさって光ってるだろ光るか光らないかじゃなくていぐさは大きくて目立つから。 絶対に目に目入ると思うんだけど <laughs> 多分慌てて走ってたから俺の不注意のせいだな <laughs> その後同じように何度も転んだけど話すのはやめてこ <laughs> 俺レザーがどこに行ったのかあちこち聞いて回ってたんだ今朝だけでもう何度すれ違ったことか会えてよかったよ ようやく一息つけるああありがとう材料を探してることどうして知ってるああそれなら図書館師匠を名乗るお姉さんがサイリス会長のところに来て冒険者協会の人も武流祭に参加してほしいって言ったんだついでにお前のことを手伝ってほしいともなリサさんまさかちゃんと仕事してる あああの人がリサさんなのか。すごく頭のいい人だって聞いたけど、あまり外に出ないみたいだから、今回初めて会ったよ。材料について俺もずっと考えてて、候補も色々あったんだ。本来は、お前に直接相談しようと思ってたんだが。結局は、イグサがベストだって気づいてな。だって、光を放ち、冒険者の道しるべになるなんて。 素晴らしいだろごめん迷惑かけたはーいそんな堅苦しいこと言うなよお前の気持ちはわかるし友達を助けるのは当たり前だろもし俺の家族 <coughs> 親父達が何か必要になった時お前もきっと助けてくれるだろああクレイにできることはないクレイも混ぜて 一緒にやりたいクレイは元気だな一番お祭りの雰囲気の影響を受けてるんじゃないかベネットお前家のこと話したの初めてそれは <laughs> 俺は小さい時から両親の顔を見たことないからな教会の先輩冒険者たちに育てられてきた普通の家庭とは違うんだ 俺の家のことが聞きたいのなら。そうだな。親父たちの物語で。一番すごい伝説から話そうか。ベネットお兄ちゃん。クレイと一緒に。ママの子になら。ママは優しいから。きっと面倒を見てくれるよ。ええ。ああ。クレイちゃん。気持ちは嬉しいけど、大丈夫だ。 それにほら俺には親父や仲間たちがいるそれから俺はベニー冒険団の団長だしな心配するなうークレイわかったじゃあこれあげるそれってボンボンだよなうんずっとぐっすり寝てる爆発しない怠けケボンボン ベネットお兄ちゃんに友達になってほしいな本当にもらっていいのかうんボンボンは新しい友達ができて嬉しいと思う俺も嬉しいそうだなもしかしたらクレイの影響を受けてベネットの運勢が変わるかもしれないぞ冒険がうまいこと言って 普段見つからないようなお宝を発見できるんじゃないかもちろん運がいいのはクレイだけって可能性もあるけどでもこうも考えられるよなベネットがついててやればクレイは無用なトラブルを起こさなくなるそうすれば安心して楽しいブリュー祭を過ごせるぞおう任せてくれ俺たち2人で助け合ってみるぜ 冒険、お宝、ブリュー祭やった早く出発しようあっ気がはなでなで、気がはなでなでレザーも元気出して英雄騎士のお兄ちゃん、パイマンちゃんレザーのことお願い ママ探し頑張ってねあうんうまくいくようにみんなじゃあまたなあいつら元気そうでよかったなあ 本題を忘れるところだレジャーさっき旅人と考えたんだけど多分「原油野郎」の言う醸造用の材料はどれも大切にすべき品性のことだと思うんだもしかしたらモンドの3つの組織それぞれが象徴する精神にひもづいてるのかもしれないそこに知り合いがいれば必要なものが見つかるはずだそうか。 どうしたんだよ他に心配してることでもあるのかオイラちに話してみろよああ俺帰ってからずっと考えてた俺賢くない師匠や旅人みたいにできないそれでもやり遂げたいみんなに助けてもらうだけじゃダメ俺も 何かすべき人間の良心よくわからないでも知っておかないと別の人のパパとママ知るそれから俺のパパとママのことを考えるだから俺は聞くおおいいことだと思うぞレザーは答えを見つけるために頑張ってるんだな ベネットが俺と同じだと思わなかったでも親父たちの話になるとベネットの匂いが変わった温かい太陽の光に当たったそうだなオイラたちもそろそろマンダ城に戻ろうセピロス教会の知り合いを探しに行こうぜレザーと仲がいいのは多分。 すまない君たち今モンドに戻ると言ったか実は場内から果物を積んだ貨物車がなかなか来ないんだ途中で何かあったんじゃないかと心配でねそこでお願いなんだがモンドへ戻る途中で貨物車がどうなってるか確認してくれないかまあちょうど通り道だしああ俺も行くみんな俺を助けてくれる俺も 返さないとありがとう本当に助かるよっ待ってくれ名高い栄誉騎師そしてテイワットのガイドパイモンどうか手を貸してくれないか をそうやってて呼ぶやつが現れるなんてとうとうオイラの称号も世間に広まり始めたんだな待てよお前なんだそう僕はセピロス騎士のベルンハルトヘルター隊長を率いる後方支援部隊に属している最低限の礼儀としてまずは君と十分な友好関係を築くべきだとは思ったんだが時間がなくてこの通り厚かましくお願いしに来た。 今回のチャリティーショップ確かジン団長が言ってたよな実はセピロス騎士団はュ流祭期間中に出店を計画していて厳しい環境で暮らす子供たちやお年寄りのために屋台の収益をチャリティー活動に使う予定なんだ担当者は抽選で決まるんだがたまたま僕が選ばれた。 そこでチャリティーショップを成功させるためにいろんな人に相談に乗ってもらっていたんだただ僕は普段倉庫での作業と運送の仕事ばかりやっていてね何を売るかでさえ頭を悩ませていたのにましてやお店の経営なんてだから君たちの手をぜひとも貸してほしいんだそうそうそんなにかしこまらなくてもいいんだぜつまりモンドの子供とお年寄りのために チャリティーショップをやるってことだよなすっごく立派なことだと思うぞそれにこいつは栄誉騎士だしオイラも騎士団とは付き合いが長いからな本当かありがとうイベントが始まる前にまずはお店を運営するための基本資金となるブリューゼリーを用意する必要があるんだ近隣の酒造業者に酒造りの材料を売ればブリューゼリーがたくさん手に入る他にも 一部外国のお客さんの中にはブリュー祭の期間中に飲み物を大量に仕入れようとする人がいるそういった人たちは注文を手伝ってくれる代理人を探していてね長期的な協力関係を築くためにもこの類のお客さんは気前がよく酒造業者と価格の交渉をする余地もあるその差額が僕たちへの謝礼になるんだしかも同額のブリューゼリーと交換することもできるつまり。 オイラたちの仕事は酒造業者にお酒造りの材料を提供することと外国のお客さんのために値切りをすることだななら思ってたよりも簡単そうだぜお本当かそれはよかった実はすでに依頼が来ていてねスメールのシェバマさんの注文でバケーションサイダー50箱だそのドリンクはゲオルグさんが店主をやってる エンジェルズシェアの屋台で買えるゲオルグさんは優しいんだけど損をしたがらないゲオルグさんの気分を損ねないように価格交渉僕は引き続き屋台の準備をするよ十分なブリューゼリーが用意できたらまたここに戻ってきてほしいそれと屋台に必要な材料は僕が用意するから気を使わなくても大丈夫だすでに仕入れ先へは連絡してある資金の準備ができ次第材料を送ってもらえる予定だよし 手分けして行動開始だ屋台の準備はお前が資金調達はオイラたちに任せろああ2人とも助かるよ 50箱注文したいんだああシェバマさんかうちの常連客だな注文の数はいつもと同じようだが単刀直入に行こう今年はいくら出すつもりだ その値段少しばかり厳しいが窮地の中ということで飲んでやろういつも通り直接シェバマさんの店に届くよう手配する安心しなこの領収書は忘れず保管しておけよし資金調達を続けようぜなるべく早く十分な量のブリューゼリーを集めよう方法は自由 十分な資金を集められればいいっっててベルルンハルトが言ってたよな外国のお客さんからの注文が入れば謝礼がもらえるそうすれば酒造業者にあんなたくさんの材料は売らなくて済むでも念のためひとまず他の酒造業者を調べてみようぜ。 武竜祭では果物の消費量が半端ないんだどうか貨物車が無事でありますように 祭はモンドで最もにぎやかなお祭りの一つなんだこの時期に会えるなんて嬉しいよぜひブリュー祭を楽しんでいってねそういえばゲオルグさんに聞いたんだけどブリューゼリーを集めてるんだよねそれでちょっと気になったんだけどもしかして騎士団のチャリティーショップのお手伝いをしてるのそうだぞオイラたちも騎士団の一員だからな オープンに向けてあちこち走り回って資金調達をしてるんだ営業を開始した後にどんなトラブルが起きてもきっとオイラたちなら乗り越えられるはずだぜさすが頼りになるね <laughs> あなたたちの助けがあればきっと今までにないくらい成功すると思うよ以前騎士団が小規模のチャリティーイベントを開いた時に。 私もお手伝いに行ったことがあるの。とはいえ、その内容はお店の前で歌うことだったんだけどね。そうだあの時銀融詩人のウェンティーにばったり会って、一曲一緒に即興で歌ったんだ彼の奏でるメロディーはとても古風で優雅でね。最初は雰囲気を壊すのを恐れて、あえて小声で歌ってたんだけど。 でも彼がハーモニーで私を導いてくれたのそのおかげですぐに感覚をつかめたんだ結果的にお客さんに喜んでもらえたし商品もよく売れたからよかったよ「バーバラと銀ユ野郎ってコラボしたことがあったんだな。 それが残念だけど今回は時間の都合がつかないんだブリュー祭期間中セピロス教会は景色が綺麗な場所で特別に合唱を披露することになってるの私もリハーサルに参加する必要があっておうどっちもやりがいのある仕事だしお互い頑張ろうぜ2人ともありがとうここで歌うことはできないけど 他のところで力になれるよ工夫してみるよえっとあ、みんなにあなたたちのお店を紹介するのはどうかな例えば大きなポスターを用意したりチラシを配ったりとかあ、キャッチコピーもちゃんと考えないとそれからサインも入れた方が誠意が伝わるよねうーんそれともやっぱり 一人一人に声をかけるべきおおバーバラが宣伝してくれたら店の知名度も一気に上がるなこれくらい気にしないでそれにそんな風に言われるとちょっと恥ずかしいよもう少し考えてみて他の人にも宣伝のアドバイスを聞いてみるねそれじゃあ旅人にパイモンまたね その、騎士団と教会のみんなもきっとあなたたちのことを誇りに思ってるはずだよあウ一緒に頑張ろうなこれでさらにやる気が出てきたぜオイラたちももっと頑張らなきゃな <ス><ス>よっ。<ス>よっ<ス>よっ 《匂い<タッ> <noise> <noise> あそこだ》 呪言律令三尺の習寸<っ>やっとかたづいたぜヒルチャールのやつら食べ物への執念がすごいな <laughs> 大丈夫だったか <laughs> 助けてくれてありがとう君たちが来てくれなかったら 隊員も品物もとんでもない被害に遭うところだったああ本当に助かったよここで道草を食えるほど余裕はないからね僕は先に失礼するよあんちゃん君にも感謝するよああ敵に敵呼ばわりされるなんて随分と邪険に扱われたものね ある意味私たちは兄弟なのよロサリアどうしてこんなところにいやロサリアはどこに現れてもおかしくないか質問を変えよう兄弟って一体どういうことだ君の剣術 はるかから学んだものでしょ早くて力強い。<laughs> あのおっさんのスタイルと同じだわ。ああ会話が苦手なようだから、はるかの口数が多いところを見習った方がいいかもね。彼がいつ戻ってくるのかわからないのが残念だけど。 大丈夫、俺、待つ兄弟ファルカあ分かったぞ二人とも父親がファルカだから血のつながらない兄弟になるんだな血縁なんてそもそも何の意味もないでしょある、忘れるところだったわ 君には妹がいたわね冷たい暗い大人の人お前も本当の親の顔思い出せないのかふ、うん彼の実の両親に関する手がかりを集めるついでに家族の意味まで教えてるの <noise> まあいいわ当たりよ 私は、実の両親に関する記憶がほとんどない。物心がつく前から会ったこともないわ。別に、珍しいことじゃないでしょ世の中には、肉親に日夜会いたいと思いながらも、それが叶わない人がたくさんいる。どうせ会えないんだから、気にする必要もない。 それよりも、自分がどんな人になりたいのかが大切よ。違う。それは、間違ってる。ルピカはお互いを守る。大切な存在。人間の家族も、大切。気になる。あら、そう。仮に、自分の両親がいい人だと分かったら、もしくは、 悪事しか働かない極悪人だと知ったらどうするつもりそれは君自身の選択に影響を与えるのそして君はどのような道を歩むつもりああ、うん、ロサリアの言葉少し現実的すぎないか レザーには難しすぎるぞ <laughs> 誤解しないでほしいけど何も困らせに来たわけじゃないの彼は戸惑っているけど私と君の知り合いのモンドジンは前向きで親切な人が多いから直接的なことは言えないでしょう <laughs> 太陽の光は多くを育むだけど 暗闇に隠れた問題は解決できない。ロサリア。さて、お話はこれくらいにしましょう。花をあげる。私と同じ、冷たい花よ。バーバラはブリュサ祭の鹿イベントで忙しいから。 教会の材料選びは私が代わりにってわけでも模様花って本当に使えるのか逆だるごと凍っちゃうんじゃこれの霊気は私がすでに処理してあるわ銀遊詩人も自由にやればいいさって言ってたでしょ問題ないから持っていきなさいなんだ ロサリアって案外気配り上手なんだな。あ待てよ。銀融詩人って、あの時お前もいたのかありがとう。礼はいらない。ただの恩返しだから。私は、はるかに色々と借りがあってね。半分姉として。 ちょっと手を貸しただけよ早く答えが見つかるといいわねじゃあまたううもう行っちゃったあいつ風のように現れたり去ったりするよなそろそろオイラも慣れてきたけど 優しさに満ちた慈愛ちょっと違うような気もするけど手に入れたってことでいいよな残るは騎士団の材料のみだレザーまだロサリアの言葉を考えてるのか彼女の言葉「無評判花のいみたい。 冷たくて痛いでも冷たいのは傷口にい,いググプラムと同じちゃんと考えてみるその方がいいかもしれないああ考えながらお前たちについていく Yeah. you はい、だからあなたが一番の適任者なのよおいいところに来たなちょうどリサとレザーのことで話していたんだどこまで話したかああそうだ逆だるだったなあれ 守護の執念なのに騎士団が用意した材料ってもしかして逆だるなのか正気かよ絶対におかしいだろ <laughs> パイモンちゃんの言う材料はもう準備するよう手配してあるわただあの子は真面目でもうしばらく研究を続けたいみたいなのだから気長に待ってくれる それから酒樽についてなんだけどあなたたちいろんな材料を集めたでしょまさかダダウパの谷の大きな鍋でかき混ぜるつもりじゃないわよねだから悩んだあげく質のいい酒樽を暁ワイナリーから譲ってもらうことにしたの口が達者で頭のいい騎兵隊長を向かわせてねおいおい弟子を助けたい気持ちはよくわかるが。 全員顔見知りなんだ社交辞令はそれぐらいにしておいてくれだが久々に戻る上にそんなことをしろと言われてもさすがに困るんだがどこが困るのよ交渉はあなたの得意分野でしょブリュー祭はモンドで最も重要な祭りの一つそれにあなたはディルック様の性格をよく知っているわよね 少し含みを持たせて言うだけでうまくいくと思うわよ例えばモンド人が久々に過ごす祭りだからいろいろと物が足りない助けてくれる人はいないかとか <laughs> あなたがそういうのを聞いたらきっと資金や物資の面で助けてくれるに違いないわリサさんディルックの旦那からたむしとるつもりだそうだな いいアイデアだなら早速出発するとしようおこっちもあっさり承諾したぞはあレーザーの知らないところで働きかけてくれたリサさんに感謝しようと思ってたけど今はどうしようか迷ってきたぞああ旅人師匠は いろんなことをしてくれた苦労したでも俺質問に答えられなかった役に立たないあらオオカミちゃんったら何かショックを受けるようなことでもあったの落ち込んでてもしょうがないわよなるほどそういうことねじゃあこうしましょう可愛い子ちゃんはガイアと一緒に行ってくれる 私は自分の役割つまりレザーの心のケアと授業の歩行をするわ数日したらレザーを迎えに来てちょうだいその時は最後の材料も準備できてると思うから旅先での話し相手ができるのは俺にとっても好都合だ何が正しいのかわからないでも師匠の言葉信じる それでいいと思うあら口がうまいのね可愛い子ちゃんでもあなたたちのことはわたくしの負担にはならないわいってらっしゃい騎士団の代わりにリルック様に挨拶をお願いね心の中腐ったラズベリーみたい 酸っぱいやるべきことがよくわからない安心して魔法のようなお悩みリセット術を教えてあげるからでもその前にまずは簡単なレザーにできることから始めてみましょう次に誰かの助けを受け入れる時やみんなの意見に反対する時に的確な表現で自分の考えを伝えられるようにねうん俺努力する。 心の中やるべきこと安心して。でもその前に次に誰かのうん。俺努力する。<noise> すまない少し考え事をしてた <laughs> 何か言ったか 祭の時期なのに誰かと思えばまさか君たちとはそれに君もおっと冷たい反応じゃないかどうやらディルックの旦那にあまり歓迎されていないようだなんと言ってもここは俺の家でもあるからな祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣だろ用があるなら単刀直入に行ってくれ ようならお前も言及していたブリュー祭のことだ待ちに待ったブリュー祭を祝うため代理団長はわざわざ教会と冒険者協会に連絡を取りイベントを企画しただが問題は騎士団の財政状況だ俺が言わなくても想像はつくだろう騎士団の面倒事なんて僕には関係ないおいおい非情だな 俺ですら今のは耳を疑ったぜみんなの努力はどれもモンドのためじゃないか暁ワイナリーのブリューサイ限定ワインを飲んだのはもう随分と前のことだモンドの住民たちもきっとそう思ってるもしかしてお前自分があまり酒を飲まないからって他人にも飲む機会を与えないつもりか おい、見ろよガイアのやつ露骨にいろんなことをおねだりしてるぞそういえば知ってるか騎士団の連中はディルック,ク先輩の人望があればチャリティーショップの行列も高飛びの浜までできるだろうな まったく。口先がうまいだけじゃ僕は動かない。そのよく回る舌を動かす体力は、祭りの治安維持のために取っておくんだな。経費のことはメモしておいた。ヘルターと詳しく相談するよう、エルザーに言っておく。つい最近、新しい酒ができたところだ。ちょうど、日々苦労している労働者たちの慰労に使える。君の名前でサインするか。 うん、そんなに俺のことを困らせたいのか暁ワイナリーから出荷されるものに現騎兵隊長の名前をかけるわけがないだろうなんだよく分かってるじゃないかではこの件はアデリンに任せて匿名で輸送しよう感謝するぜわあィルックの旦那は気前がいいなおいら飲めないけど。 今の話を聞いただけでテンションが上がってきたぞ君たち二人もブリューイのために来たのかレーザーのやつも大変だなあっという間に大きくなって父親を探すことになるなんてなんでか知らないけどクレイは母親探しで ガイアは父親探しになってるな、うん、その方が言いやすいのかもしれないけど聞く側は絶対に勘違いするぞ理解したから問題はないワイナリーに少し古い酒樽がある年季は入っているが特殊加工されていて列煙花で長時間焼いても問題ないこれならきっと君たちの要望に応えることができるだろう その必要はない僕がフェアの方に手配しようエンジェルズシェアの屋台のところで受け取ってくれやっぱりディルックの旦那とのやりとりはスムーズで楽ちんだなヒヒじゃあレザーの代わりに礼を言うぜ礼ならいい友人同士助け合うのは当然のことだディルックの旦那はじに熱いいいやつだなうん そろそろ食事の時間だが食べていかないかそういうことなら俺は邪魔しないでおくぜフッ歳児の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣ガイア様もそうおっしゃっていましたし残って一緒にどうでしょうアデリンにこれ以上迷惑かけたくないんだが遠慮しすぎですよあなたは毎回。 騎兵隊長としてお帰りになるので私もいつも騎兵隊長にお茶を入れるだけガイア様のために夕食を用意する機会なんてありませんでしたあう,うんさっきの威勢はどうした舌がよく回るはずだったが <laughs> ディルックお前アデリンをがっかりさせたくないだろ まあいいじゃあお言葉に甘えてアデリン一人分追加してもらえるかお,はーお腹いっぱいだアデリンの料理は最高だなそれならよかった何か食べたくなったらいつでも気楽に来てくれていい そうかじゃあ俺も旅人にあやかって来させてもらうぜげッガイアのやつまたふざけてるぞさてこれで用事も済んだし腹も満たせた仕事に戻るとするかガイア様お気をつけていってらっしゃいオイラたちもそろそろ出発するかレザーの方はリサさんに任せてるから問題ないとして。 ブリュー祭はやっぱりオイラたちの助けが必要だよなギルクの旦那またなあ家族かうん何でもない君も早く休むといい僕はレザーと親しいわけじゃないが何かあれば相談に乗ろう 行こう。し。行こう。